トークチャンネル。どうも皆さん、いかがお過ごしでしょうか。演歌歌手の徳永ゆうきでございます。さあ、この時期暑い日が続いてますけども、やっぱり盛り上がるのは海ではないでしょうか。今日はですね、海の思い出について話させていただきたいなと思いますけども、まあね、小さい頃はよく海に連れてってもらってました。しかし泳げないということが発覚いたしまして、年が行くにつれてちょっと敬遠しがちになってたんですけども、小さい時はね、徳永もよく行ってたんですよ。今はねこんな感じですけど、昔はスマートでね、親戚のおじさんとかにもよく連れて行ってもらいました。夕方ですね、そろそろ帰ろうかいう時に僕は泳いでました。ほなね、なんかね、なぜかな、なんかいたんですよ、これぐらいのね。僕はやっぱ素手で掴みたいわけですよ。でバーバーバーってこうどんどんこう挑戦するんです。なかなか捕まえられず、おい勇気上がるぞ帰るぞと、おじさんの声がいたしました。まあでも子供ってそういうの気にしませんよね。もう自分のやりたいことに夢中で、まあ、ただこねるわけですよね。ついにね、そのおじさんが切れましてね、何言うとんやみたいな感じで、落ちた松ぼっくりを拾ってバーン投げてきたんですよ。もうほんとちっちゃい僕に。でわざとなのか本気で投げたのか分かんないですけど、うまいことわっきょうから方向にストーンっていったんですよ。でおっちゃん何にしてんのって、まあ後から聞いたら、まあわざと外したって言ってますけど、まあまあ口だけですから本当のことは分かんないですけども。あとね、もう一個あるんです。まあ今の話はちょっとね、幼い頃の話だったんですけども、小学生頃からちょっと太り始めてきましてね、ちょっとおっちゃんっぽくなってきたんですけども、麦わら帽子をしまして、これぐらいですね、海パン履いてまして、ちょっと僕こう猫背だったんですね当時。こうやってほんだらお兄ちゃんに、おいちょっとビール買うてこいって、ビール片手にこうやって猫背で麦わら帽子かけてこうやって歩いてたら、ビーチボールが来たんですね。で若いお姉さんたちですが、すいませんおじさん、ビーチボール取ってくださいって言われて、まだ小学校ですよ。でもでも来たかなと、はあはいですって渡したら、あ小学生だって言って帰ったんですよ。まあその頃からおっさんに見られてたわけでございましてね、本当に海の事故とかも増えてまいりますから、遊びに行った際はぜひとも気をつけていただきたいんですけど、まあ、海といったらね、まあ、僕も上京してきてね、よく気になるのがやっぱ江ノ島電鉄でございますね。江ノ島電鉄もですね、本当に僕も好きな路線の一つでございまして、藤沢という駅からですねこう乗りまして、藤沢駅は最初高架でございます。で高架がこう地上に降りてきて、車と同じ道路を走るんですね。路面電車みたいな、怖いですね、ヒヤヒヤしますね。こう車が飛び出てきたりとか、あの線路内ギリギリを車が走ってたりとか、そういうヒヤヒヤ感をね味わいながらですね、こうバーって進んでいくと、こうカーブがあるんですね。カーブ曲がるとですね、やっぱそこ海が開けてくるんですね。これはもう感動的ですよ。僕も鎌倉高校前駅というところが非常に大好きでございまして、目の前が海でございましてね、本当にね素敵なんですよ。ぜひね江ノ電乗っていただいて、まあこの時期はねやっぱ観光客の皆さんで賑わうと思いますけれども、乗り降りくんっていうね、こう一日フリーパスみたいなのでございますので、ぜひねそれを使ってこの江ノ電の沿線をですね、あとしらす丼も美味しいですよ。やっぱあの辺はしらす丼とかですね、そういうものが美味しいですから、生しらすか釜揚げしらすか、まあ、皆さんの、お口に合う丼を食べていただいてですね、ぜひ江ノ島電鉄というのをですね皆さんにも楽しんでいただきたいなと思います。ということで本日は海の思い出について語らせていただきました。徳永ゆうきでした。